はい、小野寺先生、今日もよろしくお願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。前回の見るだけヒーリング、かなり反響ございましてすごかったですね予想以上というか。そうですね、はい、僕の家族もそうですし、かなりこの YouTube 見てくださってる方の、うん、まあ、生活にすごく重要な保証になっているので、うんうん、ぜひ続編もお願いしますということでですね、もうかなりリクエスト殺到しているんですけれども、うん、今回その中で多かったのがやっぱりストレスですよね、うんうん、ストレスへのこう対処というかケアというか、まあ、その浄化っていうんですかね、うん、ところでの、まあ、ヒーリングをですね、うん、ぜひ小野寺先生にねお願いできればなというふうに思うんですけど大丈夫でしょうか。あ、もちろん、はい、大丈夫です。ということでですね、今日皆さん、あの、またラッキーということでね、ストレスへのケアということでね、まあ、これも、うん、そうですね、僕もやっぱ感じるのが、やっぱりなかなか現代社会においてですね、このストレスをこう自分で対処していくっていうのはすごく難しいですし、松下さんもよくおっしゃられてるんですけど、その自分でこうストレス溜まってないっていうふうに多分思ってる人ほど溜まってたりも多分するじゃないですか、うんうん、それだけやっぱストレスってこう目に見えない存在だからこそ、ある意味で言うとすごくこうお粗末にしがちというか見えなかったりするんですけど、でもそれが故にすごく自分を苦しめていたりとか、自分のこう行動を止めていたりとかする部分もあるのかなと思うので、うん、ちょっとその辺をですね、このビデオで皆さんの浄化してあげたいなということでですね、ぜひですね、今日もよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。ということで、じゃあ早速ヒーリングに入っていってしまって大丈夫でしょうか。もう始めても、はい、よろしいですか、はい、今日はですね、そう、ストレスを軽減ということで、うん、前回主にこの呼吸とか、ね、まあ、胸周り、肩を開けたりっていうことをやって、うん、まあ、だいぶ、まあ、気持ちがすっきりしたりとか、ね、胸がスカーッとしたり、うん、呼吸がしやすくなったりっていうところだったと思うんですけど、今日はその首から上、うん、頭をすっきりさせる、うん、まあ、浄化というかヒーリングのようなことをやってみようかなと思っています。はい、で、01のセッションでは結構この浄化っていうことをするんですけど、うん、まあ、簡単に言うと体をクリーニングするというか、きれいにしていく、はい、で、本当にただ生活しているだけでどうしてもこのいろんな不純なというか、うん、エネルギーが体に入ってきてしまって、うんうん、それがうまく循環というか解放できずに体の中にどんどん溜め込んでいくっていうことがまあ起きているので、今日はそれで頭に溜まっているこのいろんな本来そこにあるべきではないいろんな邪気だったり、なるほど、悪いエネルギーだったり低いエネルギーだったり、うん、ストレスフルなこの状態だったりとかっていうのを、うんうんうん、浄化のテクニックを使ってどんどん抜くというか解放していって頭を軽くしていく、はい、と同時に目、うんうん、目も浄化して、まあ、時間があればちょっと首周りまでちょっと緩めていく、はい、あ、いいですね、っていうところまでできたらいいのかなとすごい考えてます、はい、かなりあのどんぶり感情でやってますそれ多分5分ぐらいでいけるんじゃないかなって思うので、はい、その辺もちょっとやってみようかなと、はい、じゃあセッションのやっぱ効果っていうのを僕は確認するのが好きなので、はい、例えば今のこの首の周り、首で動かして、これ視聴者様への、そうですね、そうですね、見ている方も、うん、シンさんも一緒に、はい、例えばこの首を動かしたりとかですね、首硬くないかなとか、あと目はしょぼしょぼしてないか疲れてないかなとか、うん、あと自分今の頭の感じ、はい、まあ、おまけにという呼吸まで、うん、今自分のこの上半身の感じがどんな感じなのかっていうのをちょっと軽くチェックしてもらって、で、頭の浄化が終わった後に、まあ、どれだけスッキリ感が出てるかっていうのをちょっと比べてみてほしいので、なるほど、その辺をちょっと確認していただいてよろしいでしょうか。はい、わかりました。あと小梨先生、もう一つちょっと伺いたいんですけど、これ事前準備として、あと何かこの視聴者様が、あ、準備ですか、はい、いや、特にはないです。特にないですか基本見ているだけで大丈夫です、はい、なるほど。確か前回コメントで同じ、ね、動きをした方がいいんですかとか、そうですね、あったと思うんですけど、基本的には見ているだけで、あ、大丈夫ですか。結構スマホで見ても大丈夫ですかとかっていうのもあったんですけど、全然スマホでもパソコンでも何でも OK と、基本的に見ているだけで、時とは僕がじゃあ一緒に深呼吸しましょうかとかっていう時だけ一緒にやってもらって、やっていただいて、それが基本見ているだけで大丈夫です。わかりました。ということで、はい、見るだけヒーリングよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、では早速ですね、まあ、01のセッションでよく行っている浄化のテクニックっていうものを早速やっていきたいと思います。で、今日は主に首から上、頭を狙ってその辺に溜まっていろんなものを浄化することによって頭と目のスッキリ感を出すっていうヒーリングをちょっと行っていきたいと思います。では早速始めます。
まずは頭に溜まっているこのネガティブなエネルギーっていうのを後ろの方からどんどん解放していきます。やっぱ結構溜まってますね。で、頭をやりつつ目の方も一緒に浄化していきます。やっぱりあれですね、僕が想像してた以上に皆さん溜まってるというか、ちょっと時間かかりますね。頭がやっぱり詰まってる方が多くて、頭から首にかけてが結構重たい感じしますね。まあ3分ぐらいで抜けるだけちょっと抜いてみたいと思います。で、やっぱ首まで影響が来ているので首周りを緩めていきます。で、引き続き頭の浄化をしていきます。結構やっぱ重症な方が多いですね。結構詰まってますよ。ちょっと予想以上でしたね。抜けるだけ抜きます。で、目を広げていきます。目を広げ、で、目にヒーリングをかけていきます。で、どうだろう、頭、やっぱりつながっているので、まあ、ついでにというか胸、肺あたりも一緒にちょっと見ていきますね。どうしてもつながっているので連動して動いちゃうんですよね。では、最後に3回ほど皆さん一緒に深呼吸をしてみたいと思います。はい、では大きく深呼吸を3回します。はい、吸ってください。
僕はだいぶすっきりしましたけど、いや見られてる方っていかがですか、反応ありましたでしょうか。ぜひ僕はだいぶあの視界とか目の感じとか、はい、首頭の感じどうですかね、視界が明るくなって、僕は結構目が、僕もすごい今 目と見開いてパカーンって感じで明るくなりましたあとはこんなもんかな、何かあるかな、こんな感じですかね、大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと僕の方もどうですかね、失礼させていただきます。このカダーとか今どうですか、首を動かしたりして頭の感じ、目の感じ、あ、すごいすごい。あと、まあ、呼吸もですね、呼吸ともしかしたらなんか僕そうですよ、頭のこう、うん、後ろの方にある、うんうんうん、あんまり別に重たいさはいつも感じてないんです、そこら辺がすごいこうスコーンとこうなんかこうすっきりして、うん、あとやっぱ目の本当に、うん、明るさやっぱ上がりましたよね。上がりましたよね、うん、あと視界がすごいなんか横に広がった感じもある。確かに確かに確かにすごい、うん、目は結構変わりましたね。うん、僕もともと頭日頃から自分でやってて、あ、そうなんですね。頭はそんな大きな変化感じなかったんですけど、うんうん、目は僕すっごい変わりました。あ、多分ねカメラ越しに見ると分かるんじゃないかな、多分ね目の開き方が全然違う、はい、ああ、そうかそうか。ぜひあのビデオ見てくださる方ね、ご自身の変化もそうですし、もし僕とね淳さんの変化あったらそこもねコメントしていただけると非常に嬉しいなというふうに思いますので、うん、はい、ということで淳さん今日もありがとうございました。こちらこそありがとうございました。これ皆さんぜひねビデオ見てくださってる方へお願いなんですけども、淳さんも僕もまあ、この皆さんのコメントの方ですね全部拝見させていただいておりますので、ぜひちょっと今日やってみての感想だったりとかどういう変化があったっていうのを一言でもいいのでね、このコメントの方にしていただければなというふうに思いますし、ちょっと淳さんの方でですね今ゼロワンヒーリングのオンラインのですねセッションの方も開催して、前回ちょっとビデオやったらものすごいこう応募殺到してですね、ちょっと今大変な状況みたいなんですけれども、まだもしかしたらちょっと空きがあるかもしれないので、この YouTube のビデオのですね概要の方に淳さんのブログの方あると思いますので、ぜひねチェックしていただければなというふうに思っております。まあ、最後ちょっと宣伝っぽくなってしまってね、もしかしたら変な風に思われてしまう方もいると思うんですけども、僕はやっぱりこう本物をですね本当に紹介したいっていうところでね、今回淳さんにこうやって登場していただいていますので、ぜひね今回のビデオもあなたの生活のね一部としてお役立ていただければなというふうに思います。ということで今日も淳さんどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、最後まで YouTube を見てくださって本当にありがとうございます。もし今回のビデオであなたが何かしらいい気づきを得られたり、いい気持ちになったり、前向きな気持ちになれたのであれば、ぜひグッドマーク、そしてあなたの感想をコメントの方にお待ちしております。また YouTube のチャンネル登録をしていただけると Mr.M のサプライズライブセミナーの方が随時こっそりと配信されますので、ぜひチャンネル登録の方を見逃しなく。はい、最後にちょっと怪しいお話をさせていただきます。あなた自身がちょっとグレーなヤバい世界の裏話をしたい場合はですね、今回この YouTube のビデオの下に URL があると思いますので、そちらの方から裏無料メールマガジンの方をぜひ登録してみてはいかがでしょうか。 YouTube ではお話しできない数々のヤバい裏技っていうのをですね、このメールマガジンだけでこっそり配信しております。それではまたメールマガジン